チャオ、あっちゃんです。今日10月の、8日、あっちゃんちの晩ご飯、おかまで、肉じゃがしちゃうわ。はい、ということで、おかまちゃんで、肉じゃが作りたいと思います。はい。はい、では作りましょう。お家で簡単。はい、お家で簡単、おかまちゃん肉じゃが作りたいと思います。はい、まあね、肉じゃがのメインというのは人参、違う、じゃがいも、はい。じゃがいも洗います。結構うちの子じゃがいも好きやから、多めに入れときましょう。肉じゃが、あっちゃんちの肉じゃがは皮も使います。皮むきません。肌割り悪いから嫌な人はむいてくれるんだけどね。皮とかの方がね、皮つけて食べる方がジャガイモって絶対栄養もあるしね、いいんで、皮つけていきます、あっちんちは。もちろんね、歯触り悪いから嫌って人結構いてるんだけどね、ここ使いますから。ここでもダメだな。糸こ入れても美味しいんだけどね。とりあえず目取ります。目を取って、はい、これで作っていきましょう。ここまで使っていいかな。まあいいや。とりあえずね、作っていきます。大きめのちょっと乱切りで。これぐらい使わんとね、肉のじゃがいも足らんって言うね、うちの子くらい好きやね。この前のね、ポテサラも美味しかったから、またポテサラ作ったらあかんねんけど、多いな。まあいいか。
チン。皮もそのまま使います、人参も。人参で5ミリぐらいの輪切りでいきます。この辺ちょっと大きいな、大きいけど輪切りにした方がね、外と中心を同時に使いたいから、いきます、もう輪切りでいこう。はい、で玉ねぎ、ネギもね、ちょっとね、大きめのくし切りにしておきます。たまに一気にしか食べないけど、このまま食べないけど、まあ、量は食べるけどね。結構多い目になっちゃった。まあいいや、後で。で、お肉。お肉はね、国産細切れ、324g。使います。まあ、ひれっこもいっか、ね、こんな感じで多いな、やっぱり。結構がっつり入った。芋が多い方が多分食べ応えあるし、明日残るかもわからないけどね。まあいいね、はい、残ったら残ったらいいです。で、水をどれくらいにしよう。とりあえずね、600入れてみよう。600を少ないかな、600だったら。まあでも2杯か、600でいきましょう。で、味付け、砂糖、砂糖ちょっと強め。関西はね、肉じゃがね、お菓子かよってぐらい甘いね。よいしょ。醤油が大さじ6。4、5、6で、めんつゆ、よいしょ、めんつゆに 1.5 ぐらい、
適当でいいです。でこれに、ね、落とし蓋します今回。落とし蓋しましょう。こんな感じで落とし蓋をして、でお釜にポンします。はい、ではお釜の蓋して、お釜ちゃーんスタート。これで炊き上がるまで待っておきます。はい、おかまちゃんができましたわって言ったんで、肉じゃが、混ぜました。で、混ぜて、保温切って、一回熱落としました。ということでね、よそって食べたいと思います。はい、おかまちゃんで、肉じゃができました。ということでね、これとね、わかめの味噌汁で食べたいと思います。はい、では、いただきます。うん、おいしい。幸せ。食一面の白米はやっぱり幸せ。では、肉じゃがいきましょう。この玉ねぎとか好きやな。玉ねぎ。うん。お、味がしっかり入ってる。お肉。うん。肉おいしいね。うん。あとはね、じゃがいもさんが。人参さん、ジャガイモさん、うんうん、いい感じに味入ってる、うん、しっかりしてるわ、おいしい、うん、人参さん、うんうん、味入ってる、何かみんなこうなってね、これね、あの忙しい人。お仕事とか行って、晩ご飯に肉じゃが見てたら、仕掛けとくにタイマーしといて、タイマーしようがない、煮といてもいいよ。であと、ほんとほっといてもいいけど、味きっちり入ってるから、うん、いいよ、うん、でね、夜に仕掛けても、朝ポンとほん切っといてでもいいし、今で食べるとき温めてもいいしね、一回冷ますとね、味が確実に入るから、めっちゃ美味しい、楽やしね。鍋とかで火加減とかね、見やんなけど、何も見やんない、ほっといたらそれで OK やから、ね、楽です。おかわりこれもおかわりできる中、え、中とおかわりあり、これまだまだあるよ、いっぱい作ったの。チルレだ、これ取ったよ、おかわり、おいしい。量はちょっとね、今なんか忙しいっていうか、手離されへんらしくって、いっぱい作ったからだいぶ、ね、玉ねぎの硬いのがよかった。牛の油がすごい入ってて美味しい、うん、よかったね、じゃがいもだけめっちゃ食べた、いっぱいあるからね、5個ぐらい使ってるから、うん、圧力鍋とかでしてもらってるんですね。逆にもう時短でしょと思った、圧力鍋、うん、
ほんまに時短と節約、まあ、よくやめたら5分とか3分とか5分とか出してみて、圧かけて、あと放置10分ぐらい、10分15分放置して1回冷めて、で熱入れ直したらバッチリやねんけどね、うん、でもね、火加減も見んでいいし、ね、圧力鍋やったら圧かかってから何分で、なんか止めて何分とかやるんだけど、それもめんどくさい人はおかまちゃんでしょ、ね、おかまちゃんって圧力鍋と同じような効果あるからね、だから味がすごく入んね、うん、うん、ぜひ圧力鍋使ってください。おかまちゃんが頑張ったな、うん、おかまちゃん頑張った、おかまが頑張って作った、おかまちゃんが、いや、おかま頑張っておかまちゃんで作った、なんでおかまちゃんだよね、おかまちゃんが頑張って作ってくれて、おかまが、おかまちゃんに任せきり、なんか誰かおかまちゃんや、うるさいわ、うん、うん、うん、少し、久々にわかめのティソーシー美味しいね、でもね、利権のわかめやっぱ見て乾燥わかめ掘り込んだだけやけど、またね、塩わかめ買ってきとかな、あれ欲しいんだよな、ナルトのハイわかめやっぱ美味しいからね、うん、あれ、ナルト行ってないからな、行きたいな、うん、ね、竹チコ、うん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 、他に入れていこうかな、入れていこう、量が今来たんで量も食べるかな、一緒にね、はい、うん、一緒で、光るか超えるかも、それぐらい美味しい、美味しいねやろ、雪印めぐみの五十嵐サーモンラダーで2大会連続リタイア、前回大会サーモンラダーでリタイアの盾、今回はバックストリームの出口で水流を持ち、いやいや、41歳運送業コンブ高橋、逆走コンベヤでスタミナ切れ、ここまで11年、うん、クリアは日置おばだった、すごい、厚木中学校体育教師、うん、鈴木雄介39歳、ライフセービングの日本代表として活躍、そのカヌー、ロードレース、剣道など数々のスポーツ歴を誇る鈴木、うん、昨年サードステージに進出する、今年の春の大会はファーストステージでリタイア、玉ねぎがめっちゃ美味しいわ、さらにその先へ
と味よ。薄いかな。薄い。そう。染み込んでない。染み込んでるよ。ほら。薄い。薄い言われた。濃いと濃いとあかんと思うけどな。あっち薄いか。薄い？なんか？出してないともっとしなってやるな。冷やす時間1時間でちょっと短かったかな。美味しかったよ。お腹いっぱいになった、うん。満足です。子供もね、すごい喜んで、おかわり食べて、うん、って感じで、はい。って感じだね。明日ね、スープ使って何か作ってもいいしな。なんか考えましょう。はい。ってことで、今日はね、終わりにしたいと思います。ではまたね。バイバイ。美味しかったよ。ぜひ、おかわちゃんで作ってみて。